自分は神奈川県で生まれまして、それから地元の公立の小中学校に通いまして、高校受験では東京高専というところを第一志望にしていたんですけども、まあ、落ちてしまい公立の高津高校というところに通いました。高校1年生の時に数研2級を取って同時に中退し、受験勉強を続けていたという形になります。100万円を投資または融資でいただきたいです。で、大石くんのこのなんか興味深いことがたくさんなんか書いてあってね、何これ AI を使って精神医療かとか書いてあるけど、そこを詳しくちょっと教えてもらってもいいですか。愛着障害という障害に強い関心を持っておりまして、愛着障害というのは簡単にご説明すると、親と子供の絆、愛着が不安定になると子供の方に起きてしまう障害で、これになると否定的な認知、ネガティブシンキングになってしまったり、人と安定した関係性を築くことが難しくなったりしてしまいます。この愛着障害を解決するためには、まあ精神科に行って治療するしかないんですが、その場合愛着障害を治療するためにはまだまだ方法論も確立していなければ、時間がかかるということになります。この時間がかかるという部分を AI と医療を融合させることで、精神科医、生身の精神科医の方の手間暇を割くことができるんじゃないかと考えています。大石さんがこの愛着障害に、まあ、興味というか関心というか思った理由って何かあるんですか。自分が、愛着障害だったからです。白か黒でかでしか考えられないっていうゼロ百思考だったり、親に対してすごく否定的な見方をしてしまったり、周りにある世の中に対しても否定的な認知を持ってしまうということが強くありました。そういうことがいろいろと悪い方向に作用して、いつも疲れただったり死にたいだったりっていうことをつぶやいてしまうというか、考えてしまうというのが自分としてはありました。もし話せる範囲で構わないんですけど、大石さんの親子関係なんかどんな感じだったか教えてもらってもいいですか。母親は本当は自分よりも自分の兄弟の方が可愛いんじゃないかなって思ってしまったり、親が喧嘩しているところとかを見てなんかすごい強い不安感だったりとかっていうのを覚えることがあって、まあそれが結果的に自分が愛着障害になってしまったっていう感じではあります。それ今もですか。いや、自分はまず17歳ぐらいの時にずっとネガティブ思考だった自分がなんか嫌になって、これからはもうポジティブに生きようと思って、でそれでなんかポジティブになったんですね、とりあえず。でその後に親ともその反抗期になってからずっと喧嘩をしていて、というのが功を成して自分の場合は愛着障害を克服できたという感じになります。今お父さんとお母さんとのご関係はどんな感じなんですか。極めて良好だと思います。改善してるのになんでその話をまたするんですか。それは自分が愛着障害だった時の苦しみを今でも忘れてはいないからです。なるほど。忘れられないんですか。忘れられない。今でも確かにあの頃の愛着障害を患っていた頃は苦しかったなと思います。まあみんな苦しい過去って絶対あって、まあそういう人それぞれの能力だと思うんですけど、もう強制的に忘れちゃった方がいいと思うんですよね。だってこれからそれにもうなることはないし、もうポジティブに生きていくって決めたわけじゃないですか。だからもう引っ張る必要もないし、もう何もなかったかのように振る舞うのは難しいですか。自分がポジティブに生きると言っても、それは簡単にポジティブに生きるわけではなくて、自分の中で2022年のそのなんか1年のテーマとして他者と肯定っていうのを掲げて、で他者と肯定を考えた時に自分と同じように弱い人だったり愛着障害を患ってしまった人を救いたいという気持ちがあります。で結構鑑別がね難しいっていうのは結構インターネットによると出てくるんですけど、やっぱ自分で愛着障害だっていうふうに、まあ、決めたわけですよね。それは一つ多分自分なりのゴールだと思うんですよ、一歩前に進むためのね。だからそこからまた愛着障害に携わる必要があんまりないんじゃないかなと思うんですよね。 AI 判定を用いて、診断をしていくみたいなところを未来は描いてらっしゃるんですけど、これは判定をされた方がご自身的には楽だったりする部分あるっていうことですかね。 AI にこういうのこういう情報を打ち込んでいって、親とはこういう関係だっていうのを打ち込んでいった後に診断名として愛着障害っていうのが出てくれたら、自分ももっと早く治ったのかなとは思っています。まあ、過去それは難しいよね。だって愛着障害の人にその、ね、AI が天から降ってくるわけじゃないからさ、結局調べないと難しいもんね。
東工大の理学院に行くっていう選択肢が一番いいのかがちょっと僕はまだよく分かってなくて、普通に考えちゃうと素人考えですけど、普通に医学部に行って精神科医になってそういう人を助けるって方法もあるのかなって思ったりするんですけど、その辺はいかがですか？自分は後ろにつくんではなくて横から補助するような立場でありたいし、それが向いているんじゃないかなというふうに思っています。技術的なところでそういうサポートをしたいみたいな。はい、そういう感じです。あ、なるほど。それが東工大の理学院だとできそう。はい、なんかどっちかっていうと僕はなんか AI とかだと情報理工学院とか工学院とかそっちなのかなって気もしたんですけど、その辺はどうですか？理学院に関しましては、まあ自分のちょっと私欲が出ていまして。私欲？私欲私欲そんな欲望、いいね、欲望とかじゃないの？いや、欲出してった方がいいですよ。欲出していきましょう。と言いますのも、広い、科学、自然科学分野の勉強や研究などもしたいと思っているので、理学院を志望しているという形になります。学部とかはまあちょっとだから迷ってる部分もあるみたいな雰囲気で捉えておけばいいですかね。はい、はい、分かりました。本当にこれをやりたいってことでいいんですかね？細井先生から言われて逆にちょっとブレてしまってないかなっていうふうに思ったんですけど。ブレていると言われればそうかもしれないです。ここに座る以上はどうなんだろう、まあこの目標に向かって頑張りたい、だからお金を出してほしいっていうのが筋なんじゃないかなとは思うんですけどね。だから現実味が欲しいというか、これ結局 AI なのか哲学者なのか精神科医なのか、ちょっとどれか分かってないんですけど、どれに一番なりたいんですか？院では愛着障害だったり AI だったり医療に関しての研究を行って、それをもとにベンチャーだったり何かしら取り組みを始めて働きかけて愛着障害に関する周知ができれば、自分は引退というか余暇としてなんか哲学の教育だったり、余暇として哲学学生になる。なるほど。ここに書いてあるその医学部みたいな話はなしでいいんですか？その自治医科大学っていうところも受けようと思っていて、もしその理系の学部がどこにも受からなくてそこにしか受からなかったら、まあ医者になる道も考えているという感じです。まあ、でもそれはそんなに医者になるのは簡単なことではないし、全然自治医はめちゃくちゃ難しいので、うん、勉強できなかった日もありますぐらいの状態で自治医受かるっていうのは正直夢のまた夢ぐらいの話ですと。はいはい、うん、なので、まあ、個人的にはここに今座っているわけですから、まあ、とにかくじゃあまずこういう学部に行ってまず一旦こういう就職をしたいっていう、で、まあ、そこでまあお金を稼ぐんだって話を僕は聞きたいし、まあ、今回のプランその融資だとしても2030年からってことでだいぶ先じゃないですか。7年後、早めに例えばその返済するぐらいの気概は持ってほしいし、まあ、お金は別に先でも、まあ、別に個人的にはいいですけど、ただなんかその全部先送りにしちゃってるかなっていう印象が今あって、そこをちょっとここから巻き返してほしいなという感じです。東工大じゃなくて東北大だったり阪大だったりっていうところだった場合は、一人暮らしになって自分のバイト代で自分の生活費とかも全て賄わなければいけないので、ほぼ 100% 返せるとしたら2030年からというふうに書きました。 AI とか就職の前のもう本当に受験の話じゃないですかね。まず勉強しましょうってことになるんですけど、先になるならそれをちゃんと固めて持ってきてほしいというか、だから京大とか阪大になったら一人暮らしなんでとかっていうのはあんまりね、だってじゃあそもそも京大に絶対行きたいんですだったら分かるんですけど、東工大って言ってるんであれば、じゃあまず東工大に行ける、ね、方法を考えて、それで、まあ、プランを用意していただくのがこの場だと思うんで、例えば京大に行ったら、例えば東北大に行ったら、阪大に行ったらではないかなと個人的には思ってます。東工大の合格、東工大理学院の合格ということを目標に、これからお金がもらえたら予備校に通って1日、まあ、10時間できれば12時間続けて勉強して成績を上げていきたいと思っています。現状の受験勉強の話をちょっと聞いてみたいなっていうふうに。1日4時間ぐらい勉強しています。1日4時間、それは自分でどう思ってますか？圧倒的に足りないと思っています。じゃあどうやったら頑張れますか？予備校などに通って、監督してもらえれば1日10時間以上は勉強できると思っています。 G か H 判定ぐらいじゃない？これもね、え、E 判定ってもうさ、下がないわけだからさ、偏差値が今50ないわけでしょ？ 50 ないやつが予備校行ったって無駄だろ。意味あんの？人生で塾とか予備校っていうのを行ったことがないので、もし本当に全力を尽くして後悔しないために全ての手段をするんであれば、塾とか予備校に行くっていうのは外せないと思っています。それは間違ってるんだが、まず高2高3卓郎だったわけでしょ？
ってことは高校行ってる人より有利なんだよね、普通に考えると。高2高3の間は学校行ってないってことは自分でマネジメントできたはずなわけだ。だからむしろ有利な立場にいたのに偏差値下がってるよね。これはどうなんですかね。その根本的何か方向性を間違えてるとしか思えないんだけど。だからそれを塾に行けば治ると思ってるってこと？もしかしたら自分が気づいていない、まあ落とし穴というかミスがあるんじゃないかと思って、大手の予備校に行ったら強制してもらえるんじゃないかとは思っています。それはちゃうかな。だって 50m 何秒で走ります？自分はあの8秒ぐらいで。それ 7.5 秒にしたかったらどうします？誰かに習いに行きますか？とりあえずたくさん走ります。出す、走ろう。というかその走ってないんですよ、結局。簡単なこと言うと行きたいって気持ちはあるけれども行動に移せてない状態なんじゃないかなっていう。圧倒的に演習量というか勉強量が足りていないというのは重々承知していて、でまあその上でもう1年卓郎で勉強量を積み重ねればいいんじゃないかって言われると同じことの繰り返しになっちゃうんじゃないかっていう不安感があります。行こうとしてるのが駿台の東工大コースじゃないですか、はい、で、あのレベルがちょっと違いすぎるんですよ。基礎ができてないので、ざっくり言ってしまうとね、基礎ができていないのでそこに入ってもちょっと多分ついていけなかったりとか、あの根本的な基礎学力の醸成にはつながらないかなっていうのが個人的な考えで。数学の参考書とか何やってますか？数学の参考書は1対1対応をメインに新演習スタンダード演習などをしています。レベルが合ってないかなと思うんやけど、もっと基礎やろうって思いませんでした？数学に関してはその今年共通テストで 1A も 2B もその86点取れてるんで、数学に関しての基礎は自分は少し自信があります。それって多分参考書をこう自分で やり込んだからの伸びたんだよね、はい、それを他の教科にも同じように英語だったら単語帳とか理科だったら理科の問題集とか、それ続けていけば伸びるんじゃないの？共通テストレベルですよって言われている問題集をやっている分野は7週ぐらいしていて、数をこなせば上がるんじゃないかっていうのは正直自分には当てはまらない気がしています。完璧にしたってこと？そういう特定の科目の特定の分野に関しては、自分でできる限りのことはやったと思っています。それでも、微妙に伸びていないので卓郎の限界が来たのかなっていうふうに自分では早いな限界が早いぞ。個別に教えてくれる先生つけてやった方が伸びるかなという気がします。で僕は塾は否定はしないです、うん、はい、ただその確率的なものでいけるかって言われると、うん、まあ分かんないなって気がします。数学はいけるかもしれない、はい、数学もだって自分なりにできてるみたいなこと言ったけど、東工大レベルで偏差値50割ってんのになんでそれできてるって評価になるの？ゴミカスって評価でしょ？あ、まあ、ゴミンカスです。結構やってますってさ、それ どこの口から出てくるのそれは？中学にいた時にその数学の定期テストの偏差値というか平均点を毎回割っていまして、そのくらい数学が大の苦手で、あの、ね、知らんがなそんな。俺だって割ってるわ。だそんなみんな割ってるし、あなたがその受かりたいところに対してあなたの位置はどうなのってとこは大事なんでしょ。過去の公立中学の時に割ってましたみたいのって誰がそれさ、その受験の日に君は公立中学の時頑張ってたのに今頑張ってるね合格だって言ってくれる？やたら過去に固執してんのね、その愛着障害のことに関しても、この要は公立校じゃなんだらなんだらみたいな。どうでもいいじゃん。目の前にある課題をひたすらやってれば過去のこと考える時間なんて1秒もないはずなんだよ。そこが分かってないわけ。常に過去なんかあったこととか、もちろん辛いことみんなあんねんそんなの。だから数学はそこそこやってますとか、こんなん口が裂けても言えんで普通は。ゴミカスです、頑張りますでしょ、とりあえずは。わかる？って言われてなんて思うの？目標に対してゴミカスなので。もうありがとうございます。言葉移ってもうた。言わなくてもいいのよ。全然言わなくても大丈夫です。はい、まあ受験生の中では伸びてる方かなとは思うんで、そこの頑張りは僕は評価したいですね。ただまあもちろん志望校に対してまだまだっていうのはおっしゃる通りだし、自分はまだまだだっていうモチベで頑張るのが大事だと思いますけど、まあ、解決策が見合ってないんですよね。だからもうちょっとなんか欲しいなと、うん、まあ駿台さんに行けば解決じゃないんで、きっとそれに使うお金じゃないですか。自分の分かっていないところをピンポイントに教えて、自分はその教えてほしいのであれば確かに個別指導のところに行った方がいいとも思うので、練り直さなきゃいけないのかなとは思っています。
いや、大石くんみたいなさ、人がいっぱい来るわけよ。今この時期なんてさ、僕ら塾やってると、毎日面談5件とか6件とかやるわけなんだけど、もうね、大石くんみたいな人がね、たくさん来るわけ。僕、ここの分野だったら完璧なんですよ、みたいな。けど、みたいな、ここは苦手、みたいな。で、完璧なところにさ、まあ、パッて問題解かせるやん。できないのよね。みんな完璧って思い込んじゃってるのよ。わかる？完璧っていうもののハードルがぶっ壊れてんの。いや、まあ、それで完璧って言っちゃうの？どんまいみたいなね。わかる？だから、その感覚を作るところから始めなきゃいけないんですよ。要するに、頑張るっていうのの域地をどんどん上げてなきゃいけないね。こんなんじゃ頑張るって言ってるって言わないっていう風な気持ちから作ってなきゃいけないんですよ。だから、1年って結構難しいんですよね。まあ、だから2年かかってもしょうがないと思うんだけど。そうすると資金ショートしちゃうよね。どうするよ？来年も来るか？このタイガーファンディングに。頑張るという水準を上げるのであれば、同じ志望の子がいるような予備校がいいと思うんですけども、まあ、そこに入って2年かからずに、まあ、半年というか、まあ、3ヶ月ぐらいで同じような水準に立って、で、まあ、残りの後期とかで自分の成績を上げたいと思っています。やっぱこの7年後の何十万か100万みたいなのは多分みんなもう覚えてないと思うんで、ちょっとだけいいです。大学卒業してから会社始めますっていうのが前例がないですよ、多分。やっぱり大学在学中に頑張って少しでも返していくっていう世界だったような気がしていて、皆さんにとって7年後ってどうですか？会社残ってますか？ちょっと気が遠すぎるような気がして。だってさ、100万円を6年で割ったら1年でいくら？16万円とか。16万を1ヶ月で割ったらいくら？1万ちょっとじゃない？そのぐらい返せるんじゃないの？考えがあまりにも浅すぎて甘すぎて、俺はおかしいんじゃないかなと思うんだけど、違いますか？7年後から返済は基本的に主催としてはノーです。この場で大学に入ってから返していくっていう約束をした方がいいです。はい、まあ、その割のいいバイトとか仕事とかもあると思うので、多少切り詰めてでも月1万円とか5000円とかからでも返していきたい。いやいや、そこで1万円とか5000円とか言うなよ。2万円3万円って言えよ。仕事と勉強って一緒なんだわ。で、仕事ってお金じゃん。で、結局その月1万うんぜん稼げないやつは東工大にも受からんってわかるのよ。仕事できるやつは勉強もできるし、やっぱ勉強できるやつは仕事もできる。なんでかっていうと、自分の時間を効率的に最大効率で回すことができるからだよね。要はあなたのバイタリティをそこで測ってるわけですよ。お金を生むのも成績を上げるのも効率化なんで。あとはあなたの生命力ですね。生命力を変えて成績に変えるか、偏差値に変えるか、金に変えるかなんですよ。あなたの生命力はありますか？それは絶対にあります。その自分はこの浪人が決まってからの間もずっとバイトして、そのほぼほぼ毎日 Uber Eats だったり引っ越しだったりっていうこともしてきて、お金は稼げているので、大学生になったら絶対にそのまあ月何十万とかも稼いで、月々何万円も、まあ多分2万円とか3万円とかも返していきます。そういうのがもうね、当たり前だよ。分かる？はい。俺らが言って言うんじゃなくて、はい、こんなん人に金借りるの当たり前やろお前。はい、分かる？はい。ラストステートメントお願いいたします。また今日から心を入れ替えて前を向いて、明日から何時間でも働いて勉強して全力で頑張っていきたいと思います。どうか自分にご協力をお願いします。とりあえず僕20万出しますよ。20万。過去を見すぎだから。ああ、もうとりあえず前向いて爆走しろ。とりあえず、ああ、振り返るな後ろ。頑張ってほしいっていう気持ちだけで、10万円でお願いします。僕も本当に応援したいなって気持ちで10万円です。僕は20万円でお願いします。残念ながら今回希望金額の100万円には到達いたしませんでした。ナッシングでした。お疲れ様でした。